滝町は三重県滝郡にある町。油夫池三重県の中央部に位置している。海に面していない内陸の町である。町内を中央構造線が通っている。滝町丘国土交通省国土画像情報をもとに、作成。この地は和歌山街道と熊野街道との帰路にあたれば、群中第一の賑やかなる地にて、軍役所警察署等あり。と記されており、 当地が軍の中心地であったことがわかる。また、旧清和村域は入山神宮寺の門前町としての機能もあった。軍名の滝を採用したものである。滝の語源には以下のような説がある。旧滝町省庁長選挙結果なお、衆議院議員選挙の選挙区は三重県第4区、三重県議会議員選挙の選挙区は滝郡選挙区となっている。 滝群滝町大技大火1600番地滝群、滝町大火1600番地滝群清和村、大技朝柄3127番地滝群、滝町朝柄3127番地旧滝町旧清和村シャープ三重工場シャープ、三重工場が滝町の経済を牽引している。滝とみかん、編集滝の栽培は、 標高200メートル前後の山々に囲まれた花崗岩を含む土壌で外上田地域を中心に行われている。1909年頃に冬柿が導入され、1935年頃に増加、1940年には桑畑からの添削が進んだ。戦後炭素病対策として二療柿に品種の転換が進み、町内の農園で和世系の新品種、 前川次郎も発見された。1956年頃から個別戦火、共同出荷が始まり、1964年の大豊作を機に共同戦火、共同出荷へ移行した。1972年には水田からの添削が14から15ヘクタール規模で行われ、従来からの約80ヘクタールを合わせ、三重県の代表的な柿器産地となった。 みかん栽培は、江戸時代からの伝統で、年平均気温摂氏15.5度、年間降水量2500ミ、mm、リメートルの山腹の段々畑で、逆転層を利用して行われてきた。生産の中心は佐奈地域で、1970年代には380平方メートルのみかん園が存在した。この頃より観光用のみかんり園が出現している。また産みかんの特色として、 日持ちが良く、4月上旬まで貯蔵ができるという点が指摘できる。滝町、夕暮れな、チューブプラントサービス開発研究コンソーシアムの3社によって、共同事業体、もっとバイオ滝が設立されている。かつて水銀鉱山として、入地区に入鉱山があった。姉妹都市姉妹港有鉱都市その他松坂市、明和町と松坂地区広域消防組合を組織し、 消防事務を行っている。町内には松坂南消防署の文書が2つある。松坂市にある松坂警察署が管轄している。町内には6の警察官駐在所がある。滝町の郵便番号は合併前からの滝町域が519から 21XX、旧清和村域が519から 22XX となっている。高校。 編集中学校、編集以下の2校とも2014年3月に台湾の台北市立金華国民中学と友好姉妹校提携を結んでいる。小学校、編集博物館、編集図書館、編集文化会館、編集ふるさと交流館、編集公民館、編集滝駅東海旅客鉄道一般路線バス、編集五勝来家、ふるさと村1960年の映画館、 消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。